こんにちは。今回はこちらです。かがとびの山ハエ純米吟醸金沢限定です。醸造元は石川県は金沢市福光屋さんです。このままスペックも紹介します。原材料は米と米麹のみ。白米は山田錦が 20%、 金門錦が 80%、 精米倍は 60%、 アルコール度数は15度というふうになっています。金沢らしいピカピカラベルです。じゃあ開栓していきます。いい匂いがしますよ。グラスに注いだ状態になりました。前回に引き続き福光屋さんのお酒です。今回はメインのかがとびですね。東京でもですね、セブンイレブンさんとかコンビニでも結構買えるかなと思うんですけど、こちらは蔵元さんで購入してきた金沢限定ということでですね、どうなんですかね、金沢感が出ちゃってるんですかね。はい、前置きはいいですね。いつも通り順に報告していきます。まずは香りから。はい、開栓直後からフルーティーで非常にいい香りが漂ってきてたんですけど、青リンゴ系ですかね。クラシカルではなくてモダン系だと思います。実際に口に含みます。うまいですね。上立ち化から受けた印象の通り、フルーティー系です。ただね、ちょっと個性的ですね。なんだろうな。なんか香ばしさみたいな、ちょっと特有の風味があります。そうですね。やっぱりこう、青リンゴ系統だとは思うんですけど、旨味がすごいんですよ。旨味の主張がものすごくて、フルーティーなんですけど、ちょっとこう、米感があるようなですね。当然美味しいんですけど、美味しいことを前提としつつですね。ちょっとこう変わった風味がありますよ。面白いですね。また、アルコール感、もっとドライ感ですね。非常に強いです。あ、辛いっていう風にすぐなると思います。もともと甘みの主張もないですし、味わいは適度に濃いんですけど、あんましつこくなる要素がないんで、結構、はい、すっきりいただけるかなって思います。香りもいいし、いいと思いますね。ちょっともう一杯だけいただいちゃいましょうね。改めて、裏ラベルに、おすすめの料理なんかも、おすすめの料理なんかも書かれています。魚介とかですね、だしの効いたお料理とあります。あと、コクが特徴だというふうに歌われてますね。確かにって感じですね。旨味のこう凝縮感がすごいんで、コクですね。飲み応え十分ですね。いいです。でもこのいぶしたような、いぶしたような特有の風味をうまくこう何かに例えられたらなと思うんですけど、ちょっとね、今持ってるボキャブラリーだといぶしたような特徴的な風味があります。はい。その辺、もろもろ含めてですね、非常に美味しいと思いますよ。といったところです。今回もレビュー部分をご視聴いただき、本当にありがとうございます。よろしければ、この後ですね、Vlog チックの部分も合わせてご視聴ください。すいません。一回閉めたんですけど、お缶も試したいなっていうことで、ちょっと急ぎスタンバイしました。シュシュシュって報告してきますよ。よいしょ。ちょこっとにしようと思ったら、やっぱプカプカ浮いちゃいますね。おチョコ 3,4 杯分ですかね。ちょこっとだけ温めています。いただきます。うまいですよ。特有の風味がどうなるか気になったんですけど、飛んでないですね。そのままちゃんと残ってます。やっぱりこの旨味凝縮系は、おかんいいですね。うまいですね。他の銘柄でも同様なんですけど、やっぱりね、キレが増すんですよ。口に含んだ時こそ、ちょっとこう、ふわっと柔らかな感じなんですけど、喉を通す頃に、もうすごいキレが、
キレッキレになるんですね。ああ、いいですね。ああ、着きました。福光屋さんです。一旦通り過ぎつつ撮り直してるんですけど、あ、杉玉が巨大ですね。今見たことないな。こういう感じなんですね。結構街中にあって洗練された印象です。おしゃれです。おー、おしゃれですよ。今回はこちらの蔵元限定とこちらの金沢限定を購入しました。どっちもちっこいやつですね。なかなか来るのに難儀しましたけど、良い買い物ができました。お店もかなりおしゃれで、いい感じですよ。わざわざ来る価値があると思います。こんにちは。本日は2024年8月の22日火曜日です。昼休みというか今休憩時間を利用して今日は麻布十番に来てます。今日はアレバなんですけど、菊姫の生ですね。フルーティーなタイプが飲みたいのと、それから豚城が確か、通り過ぎてしまいましたね。お目当てはなかったんで、全然違うのを2本購入しました。流行りのところですね。豚城もあったんですよ。多分日和って読むんですかね。これ一升瓶しかなくて、ちょっと冷蔵庫の事情で今一升瓶きついんで諦めました。その代わり京都でいただいた日日とですね、あと天日ですね、天日の生がありましたので、そちらを購入してきましたよ。あと写楽の折り絡みのその3が出てました。これは4号瓶もあったんですけど、さすがに1、2をいただいてるんで今日はやめました。急いで戻らないとお昼休みが終わってしまいますからね。ちょっと小走りです。お仕事があって帰ってきました。今更なんですけど、今日出勤前にテレビでニュースを見てたら、能登でお水が復旧しましたと、お水がまた通るようになりましたよって言って、おじいさんとおばあさんですね、こう泣きながらめちゃくちゃ喜んでるっていう場面があったんですけど、よかったですね。なんかこういろいろ当たり前のことを、当たり前に感じないように、なんかそういうのってこう大事じゃないですか。なんかねちょっと考えましたよ。こんにちは。本日は2024年1月の24日水曜日です。水曜日は私の平日休みなんですけど、今日はね涙の出社です。ちょこっとですよ、1、2時間ぐらい。ちょろっと作業したらすぐ帰ります。でもその前にせっかくなんで日本橋に寄り道をしていこうと思います。昨日麻布十番で買いそびれたお酒ですね。これあるあるだと思うんですけど、お目当てのお酒がなくてもちょっと気になったのがあると、予定になくても買っちゃうじゃないですか。で冷蔵庫を圧迫するっていう。なので今日はお目当てがなかったらもう買わないと、そのまま出ると。今日はありますかね。やっぱり来てみるもんですね。豚城の日和、ちゃんと4号瓶がありましたよ。でそれより何よりですね、いやそれよりって言っちゃいけないんですけど、珍しいものがあって、テンションが上がりましたね。ソガーペールエフィスですね。初期の頃に投稿したんですけど、当時あんまり日本酒のことよく分かってなかった、今でも勉強中ですけど、当時あんまりよく分かってなかったんで、改めていただく機会に恵まれました。ちゃんと購入しましたよ。そうしたら泣きながらの休日出勤です。絶対に1、2時間、いや2、3時間早めに切り上げてきます。そうそう、菊姫の生はなかったんですけど、菊姫の濁り、先日投稿したものですね、あれがねあったんですよ。ちょっとね意外でした。お仕事終えて戻ってないですね、行き過ぎて今御徒町まで来ています。例の缶詰ですね、缶詰が届いたよということで受け取りです。結局6時は回っちゃいましたよ。無事にゲットできました。無事に缶詰を受け取れたんですけど、せっかく来たんでまた吉池さんでもやっていきましょうかね。ようやくと帰宅しました。もう7時半を回っています。お刺身買ってきました。これちょっと恥ずかしいですね、半額シール剥がしとけばよかった。カニとタイの刺身と本マグロですよ、本マグロの中トロですね。これで一杯やろうと思います。やっと落ち着きました。なんか今日は忙しかったですね。
バタバタしてて、まあ、それだけ充実してるって思えばいいのかもしれないんですけど、ちょっとね、疲れました。これ、一応撮影は終わってですね、まだ投稿前なんですけど、電酒の新酒ですよ。もう開けちゃいましょうね。なみなみと注ぎましたんで、こちらをいただいていきます。お疲れ様でした。